謎解き冒険バラエティ、世界の果てまでイッテ Q。 さあ始まりましたイッテ Q、 今夜はイモトワールドツアー珍獣かるた完成スペシャル、そして世界の果て温泉同好会の2本立てでお送りします。リーワに登場、そして背中を取れ。すげえでかかったね、出てきたら魅力の一枚をゲット。続いて発見したのはこのハリモグラちゃん、あ、かわいいね。体温調節の役割も果たしている。エビやだやだ、オーストラリアのお土産でございます。おすすめがですね、こちらのじゃじゃん、草サンダルでございます。自然派に大人気、裸足で芝生を歩いている感覚が味わえる、はい、あ、すでに気持ちいいかも、なんかチクチクしないわ、あ、いいいい、あ、いいかもいいかも、気持ちいい、なんかのサンダルを履いてる感じがしないよ、靴を履いてる、これぜひおすすめです。そしてこのサンダルと合わせて買いたいものがもう一つ。これがセレブやモデルに大人気の水着よ。これですよ、これが今オーストラリアでこれ大人気の水着でございます。もう日本に出しました、大丈夫大丈夫かな。まだ大丈夫、どうめっちゃ似合う。すっごい恥ずかしいな、これ。これもう本当に今まで来た中で一番面積がないわけよ。もう結構だったよ、正直ギリギリだからね。何がいろんなもんがだよ。でも着てみたかったのはまず着心地がすごくいいのと、このデザインがやっぱりちょっとスタイルを良くしてない。いつもよりさ、ちょっと女らしい足見えない、わかる、このちょっと細く見えない、足見えない、見えない。これ今プライベートでちょっと着てみたいな。ならばこの水着をかけあるゲームに挑戦。オーストラリアで流行っているのがマウストラップジェンガだ。その名の通り、ネズミ捕りの上で行うジェンガ、スリルを追求するオーストラリア人に大受けの危険な遊び。それではゲームスタート。ルールは単純、先に指を挟まれた方さらにイッテ Q メンバーたちの名場面も。今回オーストラリアでハントした絵札に加え、それまでにイモトが出会ったえりすぐりの珍獣もカルタに。こうして計44枚バラエティに富んだイモトカルタがついに完成。詳しくは番組ホームページまで。